クビーチャンネルです。今日は軽キャンピングカーに外部トイレ設置して車中泊してきます。子供もできたのにもうねアホでしょ。でもずっと悩んでいたんです。軽キャンピングカーってどこでも行けて機動力抜群なんですけど、車中泊するとなると結局トイレが問題になるんですね。前に非常用で設置してみたものの、常用で使うのは抵抗があるので、今回は外部に簡単なポップアップ式のトイレ設置したいと思います。そして車中泊で宴も楽しんできました。青いビールに新しい電気調理器で鮭バターホイル焼き、朝はコンビニだけで作れる簡単絶品炊き込みご飯、コンパクトでめちゃくちゃ冷える冷蔵庫も買いました。軽キャンピングカーにかなりおすすめできる車載冷蔵庫です。今回は山でどんな車中泊になったんでしょうか。実際に外部トイレ設置しての車中泊どうだったのか、防災面や軽キャンの可能性を広げる思いで動画を作りました。今回も最後までよろしくお願いします。それではまず外部トイレ設営したいと思います。 Amazon で買ったんですけど、こういったこんな感じのトイレなんですね。結構コンパクトなんで常備しておけるトイレになります。そしてこれも Amazon なんですけど、これ、固める凝固剤とゴミ袋になります。これがポップアップのテントになります。こんな感じでちょうどトイレのスペースができます。これで一度撮影してみたいと思います。はい、それでは撮影していきます。これポップアップ式になっているんで多分すぐ広がるはずです。いきます。すごい、一瞬で立ちました。すごい。付属のペグがですね、めちゃくちゃ細くて、ちょっとこれ風で飛びそうなんで、自分でキャンプ用で結構ちゃんとしたやつを持ってきたんで、これでペグダウンしたいと思います。完成しました。そして中なんですけど、こんな感じでランタンフックあったんでランタンつけてます。中入ると広いというかちょうどですね、大人一人がトイレできるスペースです。じゃあ一回トイレも設営します。これをかぶせるだけ、これでも完成です。めっちゃ簡単。黒のゴミ袋をかぶせてみます。あ、ちょっと大きいな。こんな感じで大きかったですね。これに凝固剤入れていきます。はい、完成しました。まだちょっと出ないんで、したくなったら使ってみたいと思います。はい、それではとりあえずビール飲みたいと思います。今日は冷蔵庫持ってきました。これ新しく自分で買いました。9リッターの冷蔵庫になります。前のやつが15リッターだったんで結構大きかったんで、コンパクトなやつを買いました。ジャクリ700で電源稼働してます。コンパクトなんでこのまま置いて出入りもできて、あとベッド展開もできます。そして中9リッターと狭いんですけど、ビール5、6本入れて、あと1人用の食材も入れても全然入りますんで、もう1人だったら十分いけます。でこの冷蔵庫なんとスマホで操作できるんです。このスマホでこうやって温度設定するとリモートで冷蔵庫動きます。軽キャンとかだったら狭いんでいらないですけど、大きいキャンピングカーとかだったら温度管理それできるんでちょっと便利かもしれません。はい、とりあえずビール飲みたいと思います。
今日はこちら、網走ビール流氷ドラフト、これ神戸のキャンピングカーショーの時に視聴者様にいただきました。今日はこれを飲んでみたいと思います。じゃあいただきます。あ、すごい甘いですね。美味しいです。これ結構飲みやすいですね。ビール苦手な人でも飲みやすそうです。うん、美味しい。はい、それでは車中飯作っていきます。今日また新しいの導入しました。長方形型の炊飯器なんですけど、これ結構使ってる人今多くて、これは中のやつ取り外せるタイプになります。お米炊くやつなんですけど、車中飯にめちゃくちゃ向いてるんじゃないかと思って、今日はこれで鮭のバターホイル焼き作りたいと思います。小型のポータブルバッテリーで使ってみます。あれ、エラーなってる。あれ、何やろ。もう一回やってみます。ダメですね。やっぱ相性とかあるみたいです。もう一個ジャクリの方でやってみます。あ、大丈夫ですね。今約300ワット出てます。じゃあこれでやっていきます。はい、じゃあ10分間調理してる間に、このダイソーで買った土鍋で湯豆腐食べたいと思います。こっち側はガスで調理します。はい、じゃあ20分経ったんで開けてみます。うわ、うまそう。めっちゃいい匂いします。いや、ポン酢でいただきたいと思います。いただきます。最高。うん、うまっ。ごちそうさまでした。美味しかった。はい、じゃあアルコールで掃除してきれいにします。ミトリの炊飯器、ここ取り出せるんで掃除は結構楽です。で、基本水蒸気で調理していたんで、やっぱりそこまで高温にはなりませんでした。なのでフライパンで調理するような料理は時間が結構かかってしまいました。ただ車内で調理するにはかなり向いていたんで、
で明日の朝はご飯炊いてみたいと思います。炊き込みご飯作ります。めちゃくちゃ美味しい炊き込みご飯見つけたんで、コンビニだけで作れるやつなんですけど、それを作りたいと思います。じゃあちょっとトイレしたくなったんで、いよいよ外部トイレ使ってみます。やっぱ寒いですね。でもトイレあるのはすごい安心です。本当はキャンピングカーの中でできれば一番いいんですけど、やっぱスペース的に匂いとかもするんで、そうもできないんで、外部テントありだと思います。そしたら歯磨いて、もうちょっと飲んで寝る準備したいと思います。この冷蔵庫なんですけど、ベッド展開してもそのまま開けられます。ちょうどぴったしですね。そして今日の寝具なんですけど、布団とかマットレス持ってきてたんですけど、ちょっとやっぱかさばるので、今回は冬用のシュラフと、そしてマットレスじゃなくて毛布ですね、これを敷いてみたいと思います。マットレスじゃなくて毛布だけでどのぐらい快眠できるか確かめてみたいと思います。はい、セッティングできました。シラフはカップルだけにしておきたいと思います。結構ふかふかなんで快眠できそうです。で今が温度が、違う室内ですね、キャビン内が 15.8 度、そしてこれが外の温度 2.9 度です。なんかそんな寒くないんで、今日はエフェフィーターなしで寝れそうです。じゃもう一杯だけ飲んで寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。いやー、ぐっすり眠れました。毛布がマットレス代わりになっていい感じのクッションになりました。あ、トイレも無事ありました。はい、それでは朝ごはん食べたいと思います。コンビニの食材だけで作る牛しぐれ炊き込みご飯、こちら作りたいと思います。これめっちゃくちゃ美味しいんで、ぜひやってみてください。食材はこのよくコンビニとかで置いている牛丼の素ですね、こちら使います。ネギもたっぷり入れます。はい、完成。うわー、美味しそう。じゃあいただきます。うん、濃厚。
ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかった。そしてこの炊飯器なんですけど、テフロン加工とかじゃないんで、お米炊いたら結構ついてます。お水とかでちょっと洗った方がいいかもしれないですね。なので掃除がちょっと面倒くさいかなって感じですね。炊飯器の場合はクッキングシートみたいなの引いたらメスティみたいな感じで使えそうです。それでは片して外部トイレ片付けてきます。はい、じゃあ最後こちら片付けたいと思います。ちょっとコツがいるんでね、これまず折りたたみます。そして反対にひっくり返します。で半分に折ります。そしてこれをくるっとまとめて、一瞬で折りたたみます。であとはこの中入れるだけです。はい、完了しました。じゃあ持って帰ります。結構落ち着くな。ちょっとやってみます。あ、冷たい、冷たいよこれ。あ、ティッシュ忘れたやばいしくった、ティッシュ忘れた。あ、どうしよう。あ、中は立てるな。結構やっぱトイレの匂いします。換気しといた方がいいかもしれないですね、これは。はあ、すっきりした。あれ、どうやったかな。うわー、困ったな。